シュールブリードのポンソンビー男爵は、連合王国貴族の男爵員。ベスバラ伯爵家の分流で自由党から労働党へ移籍した政治家、アーサー・ポンソンビーが1930年に除されたのに、始まる。本邸シュールブリードプライオリー三代、ベスバラ伯爵、フレデリック・ポンソンビーの次男、サー・フレデリック・キャベンディッシュ・ポンソンビーは、陸軍軍人となり、少々まで昇進した。 その長男であるザーヘンリー・ポンソンビーも陸軍大将まで昇進した陸軍軍人でビクトリア女王の個人秘書官を務めたことで知られるその三男であるアーサー・ポンソンビーははじめ自由党、ついで労働党の庶民委員議員を務め労働党政権のマクドナルド内閣において役職を歴任した。そして1930年1月17日にはサセックス州における シュールブリードのシュールブリードのポンソンビー男爵に上され、貴族院議員に転じ、労働党貴族院院内総務を務めた彼の死後、爵位は息子から息子へという直系で2016年現在まで継承され続けている。2016年現在の当主は、第四代男爵フレデリック・ポンソンビーである。 現党氏も労働党の政治家として活躍したので、1999年の貴族院改革で、世襲貴族としての議席を失った後の2000年4月19日に一代、貴族日サセックス州における、シュールブリードのローハンプトンのポンソンビー団尺に、助せられて、再び貴族院議員となった本邸は、日サセックスリンチミアにあるシュールブリード、プライオリーである。家訓は、 国王と法律と人民のために、ありがとうございます。